坂木浩二は、コールバンの達人。北海道札幌市在住の BBQ ライフ研究家。日本のアウトドア愛好家。北海道 BBQ カレッジ代表。日本 BBQ カレッジ代表。大阪府市場縄手市出身。落農学園大学卒業。プロフ坂木、や、プロフェッサー、坂木、とも呼ばれている。食肉メーカーに勤務していた経験を生かし、 有志とともに2004年に北海道 BBQ カレッジを開設。道内の観光資源であるアウトドアを通じ、土産の食材の利用推進と現代日本の食文化への継承を目的として活動する。食育に関するカチッとした方向性を明確に打ち出すというより、かなりゆるゆるに食文化の大切さを認識してもらいたいと考えている。 北海道内はもとより日本各地でバーベキュー講習会を開催しているほか食品化工業への商品開発や流通指導などの積極的な働きかけも行っている。主な著者にプレミアム BBQ がある。2007年10月4日に放送されたトンネルズの皆さんのおかげでしたの特番内のコーナー博士と女子から細かすぎて伝わらないモノマネ選手権で 常連出場者のクジラがモノマネを披露したことで知名度が上昇した。ありがとうございます。